はい、今回は暴銀対策をご紹介します。で、相手が初手に6歩とついてくる手に8四歩とこちらは突きます。で、2五歩なら8五歩と、伸ばして、で、7八金に3二金と上がります。で、3八銀と上がってくる手にこちらも7二銀と上がって、2七銀で棒銀ですね。で、9四歩と端をついて、で、2六銀と上がってくる手は、3四歩と角道を開けます。で、1五銀と来る手は8六歩とついて、2四歩とついてくるのは8七歩成の方が厳しいので、これは勝勢ですね。同歩に同飛車といって、8七歩と打ってくる手に8五飛車と、中段に引きます。で、2四歩とついてくる手は、銀を取らずに同歩ですね。で、銀が出てくる手に、4四角と出ます。で、銀が鳴ってくるのは2七歩で、飛車が横に逃げると銀が取れるので、同飛車に、歩を打って、これも下がると銀が取れて、勝勢になります。勢い金を取ってくるのは2七歩成で、銀を取ってくる手に、2五飛車で、受けてくる手はもう3八とと入って、同金は飛車成りですね。なので、飛車を取ってくる手に4九とと取って、同玉に2八飛車で、受けてくる手は飛車を成って玉が逃げた手に、5五角と出て、
調整になります。でまあ飛車を打ちたいところなんですけれども、この場合は同飛車があるので、あとは銀を捨ててくる手は同飛車と取って、飛車が成ってくる手は、2二銀と打って、まあ桂馬を打ってくる手は4二玉と上がって、まあ金を取ってくるのは同銀で、竜が取れるので調整になります。角道を開けてくる手は2五飛車と回って、角を取ってくる手は同歩ですね。で歩を打ってくるでは2三飛車と引いて、角を打ってくるでは4二玉で大丈夫ですね。あとはまあ桂馬を打ってくる手は2六飛車と走れるので、まあ無理やり打ってくる手はまあ4三角と受けておくと、まあ金を取ってくるのは同角で竜が取れるので調整ですね。で、金を寄ってくるでは角を取って、テーマが鳴ってくる手に同飛車で竜も取れそうなので調整になります。は金を寄ってくる2八歩で調整になります。八二に角を打ってくるのは、2六飛車と走れるので、まあ香車を取ってくるのは飛車成りで、調整になります。
まあ金を寄ってくるのは2八角と打って、同金なら同飛車成で勝勢ですね。まあ逃げてくる手は角を成って香車を取ってくる手に2九飛車成で調整になります。今回は以上になります。また別の変化ご紹介しますので、よければ高評価チャンネル登録お願いします。では。